駅構内の陽瀬駅舎側ホームより、島式ホームを望む、駅構内の陽瀬島式ホームより駅舎を望む、待合室の陽子彦山駅は、福岡県田川郡添田町大座落合にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅である。2017年7月5日の九州北部豪雨で、大きな被害を受け休止中である。以下、突起ない限り、被災前の状況を記す。 駅舎に接して、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。中線は折り返し列車専用である。駅舎は、木造の大きなものである。駅の開業と同じ1942年8月に、建てられたもので、栄彦山神宮を模して、赤い柱を使用するなど、栄彦山への入り口駅にふさわしく優雅な作りで、 あるとの評判が高い。1984年の無人化後しばらくこの駅舎は、ほとんど、待合所として使用されるのみであったが1994年に、ある、女性陶芸家がこの駅の休事務室部分に工房と、陶芸のギャラリー及び喫茶室を設け以後はこの、陶芸家が、乗車券の販売を受託していた。しかし、 2004年7月には乗車券販売の委託は解除され、無人駅扱いとなった。現在は簡易型の自動券売機が設置されている。駅の西側を恩賀川水系の支流彦山側が流れている。近頃は駅構内、または駅周辺において、鹿の出没が非常に多く、彼らを駅長という愛称で呼ぶ人もいる。大港バスは筑前岩屋駅との間に、 小石原庁舎前、宝珠山庁舎前停留所が存在する。ABCDEFGHI、週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、27ページ。AB 湯気、P218 から219。湯気、P204 から205。 通報久さし大本線南久留米駅ほか13駅の駅員無配置について、鉄道広報 P2、曽根悟る、筑豊本線、北彦山線、後藤寺線、笹栗線、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR 第5号、朝日新聞出版、2009年8月2日、19ページ、北彦山線彦山駅再整備に伴う、 駅舎撤去について添田町、九州旅客鉄道、オリジナルの2021年3月15日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210315071729/.https w w w j r 九州 c o j p スラッシュコモンスラッシュインクスラッシュニューススラッシュ newtopic s スラッシュアイクスファイルズアフィールドファイル2021 03 15 21315北ヒコさん線ひこさん記載整備 pdf 2021年3月15日閲覧ひこさん駅解体80年の歴史に マック JR ・アール北参戦の BRT 化で、福岡県添田町。テレビ西日本。2021年4月20日閲覧。湯下しの福岡鉄道風土木足処防。1999年1月16日。170から173ページ。ISBN 47億5120万7334。湯下しの 福岡県 JR 全域足処防1993年10月15日204から205ページ ISBN47 億5120万5293ありがとうございます。